パカ、サヤだよー。パカ、リスだよー。サヤリスチャンネルでーす。はい、今回はね、みんなの学校にいるヤバいやつエピソードをね、視聴者さんのみんなと一緒に暴露していきたいと思います。ゆうゆー、やったー。で、まあね、この中にね、まあサヤリさんがね、実験した実体験もあるので。実験した実体験ってなんすか？まあ、実際に起きた実体験もあるので、ぜひね、探しながら見ていただけると嬉しいです。はい、やばいやつ一人目。先生に全員で怒られてる最中にクリップ落としちゃって、後で拾おうと思ってたら前の子がキョロキョロしながら拾って自分の筆箱の中に入れたの。仲いい子だったから後でそれどうしたのって言ってみたら、お母さんに買ってもらったって言われた。意味わかった？え？奪われちゃったってこと？やばいよね。てか、お母さんに買ってもらったのって嘘つくのがちょっとやばくない？無理あるというか。そのクリップが超可愛かったんだろうね。みんながね、見てる中でできるってすごいよね。やばいよね。やばいやつ2人目。先生の話なんですけど、プール授業の時友達がビーチサンダルをなくしてしまって、みんなで探したんですけど見つからなくて、その子は裸足でプールに行ったんですね。そしたら先生がその子のビーチサンダルを履いてました。結構やばいですよね。え、結構どころじゃなくない？これやばくない？その先生がどんくらいのさ、人なの？おじさんとか女の人とかにもいるけどさ、うん、嫌じゃない？普通に、え、お前履いてんじゃんみたいな。裸足でいいのみたいな。でもこの後どうなったか気になるよね。なんかその先生によるけど、なんかおじさんみたいな先生だったらさ、なんかなおさら嫌じゃない？いや、もうそのまま持ち帰るみたいな。そう思っちゃうよね。やばいやつ3人目。友達が YouTuber の人と友達なんだって言って、写真撮ってきてって言ったら全部合成でした。写真を3枚くらい持ってきていて、見たらひなたちゃんとコムドットさんとさゆりさちゃんでした。でもさ、この子が合成って分かったってことはさ、ちょっとあれだけど、合成って分かるような合成だったんだろうね。それで隠し通せるって思ったのがちょっとやばいね。うちら合成されちゃったね。やばいやつ4人目。朝登校してすぐお弁当広げて1時間目の前に食べちゃう人。私に頭おかしすぎる。でもクラスにいたら笑っちゃわない？なんかあいつ食べてるんだけどみたいな。でもそれが日常化してるんじゃない？やば。やばいやつ5人目。集団なんだけど、その子たちは3人が嫌いだから嫌がらせで先生のペンとかスタンプを盗んで放課後ハンマーで壊したりしてるんだって。こうやってみんなでさ、先生のやつ壊してるみたいな。でも嫌いな人がさ、他人の先生になったらやっぱちょっとさ、毎日をさ、楽しく過ごせないじゃん、ちょっとやっぱり、うん、だからそういうことしちゃうっていうのはさ、まあまあまあって感じではあるけど、まあまあまあ、そこまでは実際できなくない？うん、ちょっとそこまではできないかな、私も。やばいやつ6人目。授業中一人急にいなくなって、先生がめっちゃ必死に探してたら、ずっと教室の掃除ロッカーに隠れている人いた、だって。いつの間に隠れたん？急にいなくなってたからさ、うん、あの急にロッカーに入ったってことでしょ。それをもしや誰も見ていなかったって。どうやってそのそろり行ったのかな。ワンちゃん、え、後ろの席だったんじゃない？あー、で掃除ロッカーも後ろでみたいな。そうそうそう、近かった。隣の席の人とかさ、絶対気づくよね。隣の人がさ、移動してるって掃除ロッカーに急に隠れたみたいな。見なかったんだろうね。やばいね。出てきた瞬間さ、めっちゃ気まずくない？こう開けられるみたいな。来られたのかな？どう対処されたんだろうね。うん。やばいやつ7人目。年中半袖短パンの人が家までずっとつきまとってきます。普通に怖くない？うん、家までずっとつきまとってきましたって。家まで行ってその中は行かないんだね。あれ、家まで行って見送るみたいな感じ。年中半袖短パンって独特すぎるやん。不審者だ。普通に小学生とかかな。さあ、それはなんかおじさんとかだったらさ、ちょっと怖くない？やばいやつ8人目。やばいというか面白かった話なんですけど、小3の最初の方で英語の授業で男の子が自信満々に I'm sleepy を I'm snoopy って言ってたことかなって。かわいい。アイムスヌーピーね。それ突っ込まれるかな、先生に。いや、そのままスルーかな。わかんない。その先生がノリよかったら、ね、自分じゃないからいいけどさ、なんか友達とかがさ、そうやって間違えたらさ、めっちゃ面白くない？うん、その場でめっちゃ笑っちゃう気がするんだけど。やばいやつ9人目。給食で出るデザート、かっここの時は確かクレープみたいなので、男子が投げ合いっこしてきたら天井に張り付いた
しかも先生が取ろうとしたら勢い余って天井に穴が開いてしまった。先生も生徒も怒られてました。だってどうやったら穴開くの、やばくない？普通に本気で取ればいいのに、多分先生こうやってこうやってやっちゃったんだ。てかさ、取って穴開いてさ、やべみたいなさ、空気がさ、その場にいたらやばいね。うん、めっちゃ笑っちゃう気がする。やばいやつ10人目。好きな人の家の庭にうんこしている人いた。犬じゃなくて犬だったら普通やんってなるけど、でもさ、うんこされた側の人はさ、これ誰のうんこなんてなるよね。うん、犬のことを願うみたいなね。犬の糞を願うみたいな。でもさ、うんこしている人いただからさ、その後じゃなくてさ、してる瞬間を見たってことですよ。汚い。してる瞬間見ちゃった。やばいね。普通に犯罪な気がする。やばいやつ11人目給食のパンを机の中に詰め込んでた。でもさ、なんかさ、よくあるよね、なんかさ、デザートとかさ、ゼリーとかをさ、持って帰るみたいな。さやさ、本当に一回だけなんだけどさ、うん、口の中に卵が出たんだけど、その卵をずっと口の中に入れながら休み時間生活してた時あった。何のためにその昼休み、その後昼休みなんだけど、昼休みもずっとここに卵残ってるの。そのままずっと生活してて、喋んなよってめっちゃ言われるんだけど、喋れないからずっと我慢してた。じゃあ次、12人目。先生の給食にカマキリ入れてた。どこで使われたのかな、そのカマキリ。てか入れようぜっていう話になるのがやばくない？やばいやつ13人目。友達と先生が見ていない隙に給食の嫌いなものをティッシュに包んで捨ててる子がいた。いるよね、こういう人。いるの？いるの？多分どの学校にもいる気がする。やばいやつ14人目。昔友達の語尾が一時期ニャンだった。どうした？友達どうした？いつ頃だろうね、年。なんかさ、小学1年生とかさ、そんくらいでさ、まあ可愛くてやっちゃうならまだ許せるけど、なんか中学生とかその辺になってもニャンとかだったらちょっとさすがに引いちゃうよね。うん。やばいやつ15人目。明日天気になーれって上履き上にやったら蛍光灯割れてた。蛍光灯か。うん。でも多分あれだよね、電気みたいな感じだよね。だから外でやれよってね。明日天気になーれ、明日いい天気のことかな。なんかそれ言いながら上履きを投げるやつ知ってる？知らない。なんかそういうやつがあるんだよね。でも怪我人いないならまだね、なんか良かったってのあるけどね。うん。やばいやつ16人目。手を舐めて消毒代わりだと思い込んでるやつ。キモい。なんかさ、でも傷口舐めたら治るみたいなやつあんじゃん。それと同じ感覚じゃね、消毒できる気な。そう、何でも舐めたら治るみたいな。菌も舐めたらいなくなるみたいな。でも結局さ、舐めてる時点でさ、口の中入ってるってことでしょ。意味なくない？汚い。無駄でくさ。やばいやつ17人目。学校でお姉ちゃんのパンツ振り回してた。お前か。お前か。違う。なんで言い返されてんの？って。洗濯した後のことを願うよね。使った後じゃないことをマジで願う。本当に。洗濯ぐらいってない。最悪だよね。はい。ということで、パンツ振り回してたやつで終了です。パンツ振り回すなってもう。マジでやばいよね、本当に。でもさ、なんかどの学年にもさ、こういう人っているじゃん。やっぱりそういう、全国のそういう、人たちが集まった話を聞くというか、うん、そういう感じの気分になりましたね。なんかさ、最初にさ、ちょっとさ、ヤバい先生の話とかさ、言ったじゃん。うんうん。なんかそういう感じでさ、もっとヤバい先生の話とかも聞きたくない？あ、わかるわかる。先生もさ、意外とヤバい先生いるじゃん。だからさ、そういうのとかもさ、ちょっと気になるよね。うん。そして、さゆりさんのね、実体験も混ざってるので、ぜひちょっとコメント欄で当ててみてください。あとね、書いてくれた方、みんなありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。パタン。パタン。